こんにちは、アリサでーす。本日は皆様お待ちかねのプロ野球チップス開封動画、イエーイ。前のね、お盆休みの動画でね、私 UFO キャッチャーしたと思うんですけども、じゃじゃーん、いきます。こちら、あれ、見えません私の顔が見えないんですけども、さあ箱を、前編として開けていきたいと思いまーす。いやー、まず一箱目開けていきます。これね、あの UFO キャッチャーでね、このタグを引っ掛けて撮るやつだったんですけどもね、私4箱取って帰ってきました。はい、では開けていきます。ヤクルトの選手は出るのか。私まだテッドさんと石山さんしか持ってませんけども、まず6袋入ってるんですよね。これ大人買いで、大人買いなんですけども、ちょっとね箱がちっちゃいんですよね。でもね6袋入っております。はい、やばい、よっしゃー、ひえこぜー、全部開いたぜー。よーし、いきますか。ちょっとこっち、はい、行きましょう。めっちゃこっち山積みで見てるけど、全部開けましたんで。君見えるか？見えるな。君も見えるな。はい、全部ね、開きましたんで、開けていきたいと思います。イエーイ。まず、一つ目。じゃあ、これから行きたいと思います。行きます。出る？お、ジャイアンツ、え、なにこれ？え、大勢さんやけど、何これ、どういうこと？チェックリストって何ですかこれ。大勢さん、当たりました。一つ目から分かんないんですけど、私ちょっと分かる方教えてください。これ大勢さん、いきます。デレン、わー、スワローズ、わー、田口さん来たー、あー、来たー来たー。よーし、あれ、もうこれ企画終わりではないですよねはい、次行きます。パイクチさん、あー、いいよ、いい調子、いい調子、行きます。2個目、出る、うわ、あー、高津さん、いやー、うわー、当たったー、ごめんなさい、ごめんなさい、え、高津さん当たったんやけど、やばい、引き運良すぎません？しかもこれ、あれちゃん、もうキラキラやで、これ見て、え、リアなんちゃんこれ、生きれそう？大丈夫そう？え、まだまだ全然あるけども大丈夫そう？え、行きます。出る、あ、楽天の辰巳さん、辰巳さんでも守備がめちゃめちゃ上手いですよね。いやー、いいね、いいね、いいね。全球団出てほしいな、こんだけあるなら。はい、3個目、出て、うわー、かわいそう、え、まだ同じの取った、スターカード、え、持ってる、かわいそうね、キャッチャーすごいよね、しかもスターカード、しゃー、いいね。はい、行きます。出て、うわー、森友也さん、え、しかも、やった、森友哉さん、大好き森友哉さん、いいね、西武ライオンズ、森友哉さん、私ね、あの登場曲大好きなんですよね。あのシンゴジラみたいなね、登場曲めちゃめちゃかっこよくないですか。よっしゃー、来たー。4個目いきます。出る、あー、また僕巡り合ってしまった、マー君、何？ハマって欲しかったの、マー君。もう、これ4枚目、マー君。そんなにアリのこと好きかな？ツーショット撮っとく、マー君。マー君、マー君マー君、はい、行きます。出る、わー、清宮さん、来たー、来たー。あれね、私、オールスターでね、清宮さん、さよならホームラン行きましたよね。いやー、いいねー、頑張って
で清宮さん。村上選手とね、同期やしね。今何球団 ?1,2,3,4,5,6,6 球団。今出ました。次 !5つ目!でん!おぉ!ジャイアンツ!中地さんね、西武ファンの友達がね、一番憧れてた選手なんですよね。中地さん、ベテランだもんね。いいね、ジャイアンツ来たよ。すごい選手ばっかやん。全員すごいけどさ。はい、行きます。ででん。おお、岡林さん、ドラゴンズで今めちゃめちゃ活躍してるよね。前もヒーローインタビューやったよね。私見てたよ。岡林さん、ちょっと竹内涼真くん似てないですか。私ね、竹内涼真くんめっちゃ好きなんでね。え、すごい似てると思うんですよね。あ、今ね、2番とかで、売ってましたよね、ヤクルト戦でも。いやー、岡林さんはちょっと怖い選手ですよ、ドラゴンズでね。6個目。はい。これでちょうど、一箱分ですね。いきます!ででん!あ、2個入っちゃった。あ!あ、2個引いちゃった。小笠原さんと、あ、山岡さん !2 枚目ダメだよ、山岡さん。小笠原さん。来た。スターカード、スターカード。2015年のね、仙台育英とのね、決勝戦のね、ね、胴上げ投手ですよね。そりゃあ、いいピッチングするよね。山岡さんと小笠原さん。でもね、今のところスターカードがね、3つ、高橋さんが出たんですよ、私。高津さん、いいよ。運がいいんじゃない、ちょっと私。はい、続いて2箱目いきたいと思います。まだ出ていないところはですね、4球団や。阪神、広島、DeNA、ロッテ。いきます。2箱目の1個目、出る。出たよ、千葉ロッテマリーンズ、レアードさん。レアードさん、ほんまにね、私怖いんですよ、レアードさん。レアードさん、ホームランダービー優勝したね。いやー、すごいね。打ちそうな顔してますもんね、もう。打つ顔してるやん、これ。いやー、出たよ、千葉ロッテマリーンズ。あと3球団か。あと3球団で、コンプリート。はい。いきます、出る。うわ、辻達彦、辻さんじゃん、西武ライオンズ。しかも見てこれ、キラキラなんですよ。ちょっとやる？あの選手のあれ。みたいな感じですよね。どの子は違うと思うんですけど。すごくない？で、監督二人出たよ。ほら、うわーい、これレジェンドカードですって。引き運いいじゃん、私。こんなとこで引き運使って大丈夫かな。2個目か。いきます。てでん。お、浅村さん。これもあれなんじゃない？ってことは、ってことは、スターカードなんじゃない？もう一枚。浅村さんじゃん。ちょっと、もう一枚。ちょっと見ていい？見ていい？ごめん。ちょっと見える。ヤクルトかもしれんから。いきます。てでん。全部出たね。パレーグ球団は全部出ました。あとはセリーグですね。これ引いたっけ。あ、引いてないやん。あれ何個目これ。いきます。てれん。あ、千賀さん、持ってる。でもごめんなさい、でも持ってるんです。千賀さん、あのプロスピでいつもお世話になっております。千賀さんね、あの最近までコロナだったんですけどもね、昨日ね、復帰登板されましてね。いやー、ナイスピッチングでしたね。はい、いきます。てれん。来たよ、ベイスターズ、佐野さん。イエーイ、佐野さん。打率、ちょっと、村上選手を抜かさないでくださいね、ほんとに。タイムリーもね、打たれましてね、ヤクルト戦でね。ちょっと怖
怖い選手ですね。あと阪神と広島カープですね。見えちゃった。あ、ごめんなさい、見えちゃった。落としちゃったけど鉄取れた。前のあれで出たんですけども、これはリプレイとかではないですよね。これ私前もねこれ出たんですよね。すごくない？同じの引くって。え、待って、これどれがあれやった？あ、これが出ちゃったのか。ごめんなさい、これが出ちゃった。ごめんなさい。ホームラン機能打ったね、素晴らしい。しかもねこれソフトバンク上林さん、上林さんねちょっと怪我をしてね、今シーズンはちょっとねダメかなって感じなんですけども、仙台育英高校ね優勝しましたね。暴行おめでとうございます。あ、ごめんなさい、見えちゃった。ライオンズ、ごめんなさい。今井さん持ってるよ、持ってたよ、これ持ってたよ。今井さんめちゃめちゃね9回まで投げてましたよね。めちゃめちゃナイスピッチングでしたね。144球、素晴らしかったよ今井さん。もう1枚は、ででん、お、中田翔さん、イエーイ。今ね4番に座ってますよね。いや中田翔さん、明日からジャイアンツ戦じゃん、打たないでね。うん、200個目ラスト、ラストいきます。でるん、あ、グラシアルさん、おー、グラシアルさんね。2枚目、ででん、あ、ロメロさん、ベイスターズじゃん。あ、前の試合出てなかったよね。でも京セラで先発してたのか。次3箱目、あ、でもあと阪神とね広島カープが出ていない。はい、3箱目の1枚目いきます。ででん、あー、あ、阪神の糸井さんじゃん。私ね糸井さんね、いとこが大好きなんですよね。やっと阪神出たよ、あと広島カープだよ。広島カープ、あー、 T 岡田さんじゃん。 T 岡田さんね、私のね知り合いにすごく似てるんですよね。 T 岡田さん、 Hey T、 はい、でで、お、坂倉さんじゃん。私でもね持ってるのよ、広島カープ。え、広島カープ出た、お、坂倉さん出た。もうね全球団コンプレートでございます。拍手は、拍手は、拍手は、コンプレート、よし。次はもうヤクルトしか狙ってないからね、私。まあヤクルトしか狙ってないんですけど、ヤクルト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 、ケンケン、ヤクシのこと好きかな。ケンケン2枚目だよ、濃いからいいけどさ。はい、次、はい、いきます。ででん、お、うわ、則本さんスターカード、イエーイ。でもね私ね、すいません、ちょっとね顔見たくないんですよ、すいません。本当に打てないんで。スターカード、イエーイ。ほんと交流戦の時にね8回無失点というね、やめていただきたい本当に。はい、いいね、でもスターカードですよ。しゃー、いきます。でで、お、あー、佐野さん持ってる、しかも同じのんじゃないのこれ、ほらー、一緒じゃん。テスターシャーじゃん、テスターシャー。あ、ラスト3つですね。ヤクルト、ヤクルト、いきます。ででん、お、あ、サイン入り、サイン入り、増田さんのサイン入り。すごい、見て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 、うわ、すごい、千葉ロッテマリーンズ、イエーイ、増田さん、うわー、すげー。はい、いきます。森友問題じゃん、噂の森友問題ですよねこれ。あれ、森友屋さんも私のこと好きですかね。ちょっと私ちょっといろんな人から狙われちゃってる。森友屋さん、まあ好きなのでね、2枚、あ、セブファンの友達にも渡しておきます。いきます。ヤクルト、かわいい、ヤクルト、ヤクルト、ヤクルト、開かない、ヤクルト、はい、広島カップ、徳田さん、徳田さん、徳
床田さんね、怪我でちょっと離脱中なんですけどもね、もう離脱前はね、もうめちゃめちゃナイスピッチングだったんでね、敵ながらですけどもね、早く戻ってきてほしいなと思います。いきます。ドゥルン。あ、ヤマトさん。うわー、昨日タイムリー打たれた。すごいナイスバッティングだったけどさ、ヤマトさん、本当に DeNA 打線って怖いですよね、本当に。12球団で一番強い打線だと私は思っております。あ、あと、一袋。ヤクルト、ヤクルト、ヤクルト、堂林さん、広島カープ、広島カープめっちゃ出るやん、堂林さん。堂林さんね、中京大中京ね、エースで4番。皆さんもね、ご存知かと思いますが、日本文理とのね、決勝戦の時にね、名実況がありましたよね。つないだ、つないだ、日本文理の夏はまだ終わらない、アイドルの夏休みまだ終わらない、ラスト1枚、ラスト1枚。あ、そう、長岡選手がね、第3弾からね、追加されるというね、それはね、もう買うしかないですよね。当たり続けるまでね、この企画は終わらないんでね。うん。あ、ちょっと終わっちゃったわね。ちょっと視聴者の方々ね、ちょっと寂しいかと思うのでね。ちょっと終われないなーっていうのはあるんですけどね。はい、最後、いきます。くおー、マイターズだったけどもー、ヤクルトじゃなかったー、伊藤さん。まだね、大卒2年目ながらね、素晴らしいよね。去年ね、侍ジャパンにも選ばれたしね。伊藤さんね、老人、あるじゃないですか、白のね、モフモフのやつ。あれをね、ポン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 ね、やりすぎてね、画面が真っ白になるというね、面白い選手でございますけども。はい。ということで、自チームはですね、なんと、田口さんに、なんと、我が監督の、高津さんとね、ケケがね、2枚当たりまして、そしてね、我がキャプテン、山田哲人選手も当たりました。そしてね、スターカードというんですかね、これはね、レアなカードだと私は思うんですけども、スターカードね、これサイン入り、増田さんのサイン入りでございます。そしてね、辻監督のね、現役時代のレジェンドカードと、あと、小笠原さんのスターカード、そして、カイさんもスターカード、イエーイ。ちょっとね、監督が出たのがね、ちょっと、すごくない、すごない、しかも、スワローズの高津さんですよ。ちょっと、これはもう運命しか感じない、本当に。うん。すごくない、ちょっと。すごいよね、引き運。高津さん当たったよ、見てこれ。見て、当たったよ。イエーイ、イエーイ。はい、ということでね、本日はプロ野球チップス開封動画、前編としてね、動画に上げたいと思います。まあね、あとね、3箱残ってるんですけども、それはね、来週の月曜日に上げたいと思います。お楽しみー。はい、本日も動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。明日の巨人戦も